どうも。裏作業してたら、なんかサブストーリーマークなかったのにサブストーリーに遭遇しちゃったんですよね。もしかしたら出てたかもしれないんだけど、セーブデータを戻すにも戻せない状況だったので、動画撮ってます。結構裏作業しちゃったっていう。セーブ、こまめにセーブせずにね。だから、イベントを見ましょう。表示あったのかな、ここ。サブストーリー22、マッチ売りの少女。あ、お兄さん、マッチいりませんか？マッチ。はい、マッチです。このマッチでタバコを吸うと香りが良くなるらしいですよ。言うよね。マッチ1箱100円になります。まあ、100円ぐらいだったらいいんじゃね。うむ、ライターだって安く手に入る時代にマッチ売りか。大して高くもないし買ってやるか。では、1箱もらおうか。本当ですか？ありがとうございます。マッチ箱を手に入れた。レア度高。あんた、なんで今時マッチ売りの少女なんてやってんだ？私は少女って年でもないんですけどね。やっぱりおかしいですよね、マッチ売りなんて。いや、別におかしいとは思わんが、今は簡単にライターだって手に入る時代なのに、なんでマッチ売ってんのかと思ってな。実は、これ確か家業かなんかなんだっけか。昔やった時に見たぞ、このサブストーリーは。ああ、あんた実家がマッチ工場なのか。はい。ええー、ま、工場といっても、家族でやってるだけの小さなものですけどね。工場かな？その工場の出張販売というわけか。ん？あれだったら工場だわ。出張販売なら工場かな？読み方は。というわけか。寒い中大変だろうな。確かに。腹出しファッション。いや、これは私が自分のために勝手にやってることなんです。別に偉くなんか。ん？どういうことだ？私、生まれて初めて好きな人ができたんです。で、それで？その人にクリスマスプレゼントを渡してあげたくて。なるほどな。プレゼント代稼いでたってわけか。はい。うちは貧乏だから自分で買えるお金がなくて。でもマッチならたくさんあったから。親にも内緒で持ってきちゃった。そうか。プレゼント資金貯まるといいな。俺もさっきのマッチを使い切ったらまた買いに来るぜ。ありがとうございます。あなたのお名前伺ってもいいですか？俺は桐生だ。桐生さんですね。私は、町田萌美って言います。わからねえ。それではまたお待ちしてます。なんだろう、マッチと燃えるなのかな、にかけてんのかな。ああ、ワープされちゃった。ちょっとさ、続き見に行こうぜ。さっきのとこ行ったらいいんだよな。ここ。あ、多分タクシーにかぶってて気づかなかったんだ。続きを見に行こう。わあ、凍えてんじゃん。マッチよ、マッチー。あれはマッチ売りの萌実。萌実でいいんだよな。 何か様子がおかしいよとか。凍えてるんちゃーん。大丈夫？おい、萌実。桐生さん。何より様子がおかしいよとか何かあったのか？桐生さん、お願い。少しの間でいいのでこのマッチを見ていてもらえませんか？それは構わないが、お前大丈夫か？よろしくお願いします。ちょっとお花を摘みに。あー、なんだ。そういうことか。必死にトイレを我慢してたようだな。さーて、マッチを見ていてくれと言われたが、代わりに打ってあげる。ひたすらマッチを見張る。マッチを買ってタバコに火をつける。買ってあげますか。マッチを見ていろと言われたが、特にすることもないし暇だな。そういえば、このマッチでタバコに火をつけると味がうまくなると言っていたな。一つ買って一服するか。うわぁ、タバコねー、おしゃれだよな。俺、タバコは吸ったことねえんだけどよ。おしゃれさはわかるわ、なんか。ほら、何このダンディーな男。確かにライターで火をつけた時とは香りが違うな。マッチの残りががあるからかもしれん。確かにマッチはいい匂いするよな。それに最初の一口目がうまいな。ライターとは違う味わいがする。マッチの良さが分かった気がするぜ。なあ。すげえな。食レポ、食レポ？タバコ吸うだから吸レポ？吸引の吸で。おい、見ろよ、あの人タバコ吸ってるとこ。マッチの火がまさに大人の男って感じがしてダンディーだな。すごくうまそうにタバコ吸うな。マッチでタバコに火をつけたらダンディーになれるのかな。ちょっと俺マッチ買ってくるわ。おーい、待てよ、俺も買おうぜ。俺にマッチ売ってくれ。俺にもだ。僕にも。なんだ、急にマッチが売り始めた。キリュウさん、どうしたのこれは。いや、よくわからねえが、タバコ吸ってたらいきなりマッチが売り始めてな。なんで急に売れたんだろう。キルさんのタバコ姿がかっこよかったとか？なわけねえだろ。じゃあどうしてだろうね。でもありがとう。こんなに売れたの初めてだよ。そういえばさっきそこで試供品もらったの。キルさんにあげてね。ありがとう。
おー、ありがとな。もう少しぐらいなら売るの手伝ってやるぜ。優しいよね。マッチ、マッチはいらないか？香りのいい高級マッチですよ。あ、100円マッチって高級なんだ。そこそこ売れたな。どうだ？プレゼント買えるぐらいにはなったか？いいね。なんか100円でそんななんか贅沢できるならありかもな。うん、キリュウさんが手伝ってくれたおかげで、ちょうど金が貯まったよ。これからプレゼント買いに行こうかな。そうか、よかったじゃないか。頑張った甲斐があったな。ありがとう、キリュウさん。じゃあ私、売り切れになっちゃう前に買ってくるね。ああ、行ってこい。頑張れ。あ、よかった。そこの自転車で足ぶつけて、ドンガラガシャーみたいな。おい、何やってくれてんだよ。金払えよ、みたいになるかと思った。初恋の人へのプレゼントがうまくいくといいんだが。ほんとだよ。あら、どこ行ったらいいんだ？あ、公園だな、これ。よし、公園行こう。うわー、最悪や。無、電話か。非通知の歌が出てみるか。くっそ。サブストーリーに出会っちゃった。失礼いたします。こちら YKO サービスと申します。お客様がご利用になられたローンの返済期限が過ぎております。何？お客様、こちら先日のご融資額のうち、今回のお支払い24万円滞納されて10日経過しておりますね。つきましては本日中にお支払い願いたいのですが、そんなものは知らん。いや、俺はそんなもの知らん。ああ、皆様よくそうおっしゃられるんですよね。ですが、もし本日中にお支払いいただけない場合、直接取り立てのものがお伺いすることになります。俺もあったわ。なんかね、毎回無視してたんだけど、非通知あんま出ないようにしてるから。でも、出たから、非通知っていうの？知らない電話番号無視してたんだけどね。出たら、何回も、なんかくどかったから。アコムだっけ？めちゃくちゃ有名な金融機関でさ、ご滞納されてますが、って言われて、僕、違いますよ、って名前言ったらさ、なんか、前の電話番号の持ち主のアーダコーダーみたいな。中村様ですかって言われて、ああ、違います、中村じゃないです、って言ったら、なんか、うーんってなりました。もしこれが詐欺なのかそうなのかは分からんけどな。知らないと言っただろう。あなた完全に身元割れてるんですよ。それでも、払わないって言うんですか？払うわけねえだろ、バカ誰が。あんたも頑固だね。どこいる？さあな、どっかの公園の近くみてえだが。西公園の近くでしょ？確かに。そこまでごねられるとこちらとしてもやり方注文があるんだがね。まあ、専門の集金業者に依頼することになるんですわ。専門の集金業者言うたら大体想像つくでしょ？さっさと払った方があんたの身のためだよ。好きにしろ。ああ、そうですか。それ残念だな。じゃあ、こちらそれなりの手段取らせてもらいますわ。まあ、もし気が変わって払う気になったら24万それって西公園の広場に来るんですな。スーツの男に金を渡せば全てチャラだ。よく考えて行動した方が身のためだ。ガチャツーツー。よくわかんねえな。西公園、背後の男は誰だ？西公園横の広場に行ってみるか。いや、俺酒飲もうとしたのよ。ちょうどお酒ゲージがなくなったから。そのね、食い物とかを、お店あるじゃない？お店の食べ物とか飲み物を制覇したら、CP がもらえるんだけど、お酒ってね、一気に食うことできないんだよ。そのアイテムとかで体力ゲージ減らして、その食べ物とかだったら、一遍に たくさん食って制覇できるんだけど、お酒はね、お酒ゲージを減らす手段がないから、こうやってちょくちょく飲みに来てますね。あ、なんか、話でも聞いてみるか。プレモルの話聞こうぜ。ホップと麦汁の、ん？ホップと、読み方がわかりません。爆汁でいいのかな？の旨味を最大限引き出す製法で、贅沢な味わいを再現したプレミアムビールです。ピルスナービールの本場である欧州において評価され、3年連続でモンドセレクション金賞最高金賞を受賞。モンドセレクション信用してないんだけどな。誰でも取れるでしょ、あれ確か。お金払ったら取れるみたいな、聞いたことあるけど。モンドセレクションほど俺信用してないやつないぞ。深いコクと旨味、華やかな香りが特徴で何杯飲んでも飲み飽きない味わいです。もう一杯どうです。こんな感じでたくさん飲んでますね。国際的なコンテストで世界一の、優秀コニャックに選ばれた完成度の高いフランスの名酒です。高品質の原料ブドウとボルドリー原酒が生み出すコクがありながらも滑らかな味わいがと最高です。これを飲んでいないでコニャックを語ることなんてできませんよ。ありがとうございます。で、ほら、飲みすぎのようですねって言われるから、飲みゲージ減らすために、いろいろしてるんですよね。だから、なんていうの、裏作業と飲みゲージ減らすのを兼ねて、いろいろやってたりしてますね。こんな感じで。で、じゃあ、西子行きますか。一旦な、マッチ売りもそうなんだけど、
なんかスッと終わりそうだから、あのイベントね、西公園行こう。危ねえ、こっちから行くとまたサブストーリーが。ど、来た。さて、西公園横の広場に来てみたが、スーツを着た男はいますね。おい、焚き火で燃やそう。絶対できるだろ、あいつのようだな。どうもー。おい、あんたが借金の回収屋か。あなたは先ほどお電話させていただいた方ですね。あ、そうだが、お待ちしておりました。返済金額の24万円をお持ちいただけましたか。そんな金はない。いや、と申しますと、返済のご、何や、ご意心はないということでしょうか。あー、24万なんて金借りた覚えねえからな。おいおい、あんた借りた金踏み倒そうってのに随分と態度がでけえじゃねえか。だからマジでしてないんだって。人から借りたもの返すなんてガキでもわかるぜ。だから俺は借りてねえっつってんだろ。まあいい、払う金が、払う気がねえならてめえぶっ倒して払いたくさせるまで。これさ、俺あれじゃね、伊達さんから携帯電話もらったから、伊達さんが24万払ってないんじゃね。おい、何してくれとんじゃ伊達さん。はい、掴んで火の近くでファイヤー。くな、なんだこいつ、クソ強え。ふん、やはりただの詐欺業者だったか。おい、お前、なんでしょう。お前のところのボスに伝えろ。二度と俺にくだらねえ電話すんじゃねえってな。はい、伝えます。今日はどこに、これでお見逃しください。刀って、まったくよくも次から次へとしょうもない作業を思いつくもんだ。くだらない手に引っかからないようにしでとな。まあ今時あるよな、ワンクリック詐欺とか。経験値5000な、45万円のお支払いがまだですとかありそうだよ。24万も十分だけけどな。よし、出だ、マッチ売り行こう。さ、マッチ売りんとこ来ま、もう助けて。しゃあないな一応な、この町のヒーローではあり続けてからな。くだらねえガキどもには制裁を加えよう。しんどけ春日。よし、でマッチ売りの少女のサブクエをやりましょう。はい、ありがとう。む、あれは萌実じゃねえか。何やら落ち込んでるようだが、何かあったのだろうか。もうエリン、おい萌実、どうかしたのか。あー、キリさん、実は私の初恋の人、もう恋人がいたんだ。あー、何バカだよね私、よくも調べないで勝手に突っ走ってバカみたい勝手に失恋してそうだったのか。せっかくキリさんにも手伝ってもらったのに、全部無駄になっちゃった。いや、俺のことは気にするな。それに無駄ななんてことは。萌実、ここにいたのか。お父さんですかね。お父さんどうしたの。今そっとしておいてほしいんだけど。そっとなどしておれん。今工場にマッチの注文の電話が殺到萌実ちゃん、今は仕事の時期だよ。え、なんでもうちのマッチを入荷してくれた人が、街頭で売っていたらしいんだよ。で、それがちょっと話題になってるみたいだな。問い合わせがすごいんだ。あれか、ツイッターで5万バズぐらいしたのかな。こんなこと初めてだよ。これから忙しくなるぞ。お前も工場に来て手伝ってくれ。うん、じゃあ俺は先に工場に戻ってるからな。電話でよくね。この街なのかな工場。うん、親父さん嬉しそうだったな。娘が工場から持ち出して売っていたとは気づいてねえみてえだが。マッチ売り、何も無駄じゃなかったな。すごい宣伝効果じゃないか。うん、そうだね。私、恋はちょっとお休みするよ。それまで一生懸命マッチ作る。そうだよね、そうだそうだ、今は仕事の時期だ。割り切って頑張れみんなが私のマッチを待ってるしね。マッチブームに火がつくといいな。マッチだけに。ああ、なんだか吹き出てるだなそうだ、キリさんにこれあげる。セレブな香水、これあれじゃね。ま、今度マッチ売ってたら買ってきてね。あの、成金野郎が出やすくなるやつでしょ。やれやれ、いろいろあったが、萌実が元気になってよかったな。マッチブーム来るといいな。マッチ売りの象徴。うおー、1万円、あ、違う、1万経験値で、ここのサブクエもね、一応、日本酒を持ってきま、あれ、持ってなかった。おちょっと待って。こんなところにメスキングカードがある。入手しないと。なんか、あれなんだよね。主観視点でしか取れないカードとか、カードあったりするんで。
青肌トンカツ。マジの虫みたいな場所に置くじゃん。あれ、日本酒ってどこで買うんだ？コンビニで売ってる酒は持ってきたから、多分こいつ用の酒はあるかな。この割と最初の方に出したサブストーリー用のプレモルでいいだろ。へっ、サキュー。飲むことによって血管がも広がり、血の流れが良くなるんだわ。有名な話じゃないか。じゃ、実は酒飲んでるやつの方が長く生きるってのも知ってっか。何？そうなのか。まあ、飲みすぎじゃなければ生きるんじゃない。ああそうよ、健康にも良くて長生きの秘訣。くー、やめらんねえな。度が過ぎた印象は逆効果だと思うが、まあそんな話はどうでもいい。早いとこいいもんくれねえか。おっと、忘れるとこだったぜ。酒臭い10円。おい、ぶっ殺そう。おい。おい。あ、んだこれは。せめて酒臭い1000円にしろよな。10円。ふざけてるのか。へっ、ふざけてなんかいねえよ。10円だって立派なお金なんだぜ。まずまず酒をよろしく頼むわ、兄ちゃん。んだよ、こいつ。酒はもうねえのか。あ、これまた遠くに行ってきてって感じか。ちょ、ついでに日本酒買ってくるわ。よし、酒買ってきたわ。んじゃ、日本語送れるんか。日本酒か。いい、すまんの。ちょうど酒を切らしててな。グビー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 。うはー、ウィー。いや、五臓六腑に染み渡るの。お前さんも一杯どうじゃ。あ、じゃあもらえますか。うん。あ、もらおう。ひ、さすがジャック、行っていけ。グビー、グビー、グビー。うまそうに飲むね。大した飲みっぷりじゃの。酒をもらった礼にやる。おろいこうと。よし、じゃあわしはもう少し酒を頼む。あ、ここのさ、どこだっけ？ここ、こいつ、あれでしょ、コートが破けた人に届けるんだ。はぁ、なるほど。ほんで、ほんでよ。あれ、ちょ、お前。おい、やりやがったの、あれ。殺す。ブーン！死にそらせー！まだいんのかよ。ええか。ええ加減！世の中知れ？よし。終わりじゃよ。んで、ここのさ、サブクエ。よし、こっちからかな。ウィー、おいお前、俺んなよ、無断で登録か。またんたかよ。あ、前酒くれた兄ちゃんか。ああ、あん時もらった10円はありがたく使わせてもらったよ。へへへ、そう言ってもらえると嬉しいね。あ、そうだ兄ちゃん、まだ酒持ってるか。まだ飲み足りないのか。あたぼうよ、まだまだいけるんちえい。今度はもっといい酒を持ってきてくれ。いや、今回はちっと贅沢してみたくてのスコッチウイスキーが飲みてんだ。もっといいもんか。こいつなら調子のいいこと言ってまた10円を出して聞かねないぞ。信じてスコッチを買ってくるか。スコッチあるでしょ。いいだろう。酒という酒を買ってきたからな。うっさんきゅう。ところで兄ちゃん、この酒がなんでスコッチウイスキーっていうか知ってっか。あ、知らない。酒の名前じゃないのか。名前というより作られた国のことなんだな。スコットランドで製造されたウイスキー、それがスコッチなんじゃ。へえ。ちなみにバーボンウイスキーはアメリカのケンタッキー州あたりで作られるトウモロコシを原料に作るウイスキーのことなんじゃよ。博識。なるほど、一言にウイスキーと言っても全く違うんだな。そうなんじゃよ。日本のウイスキーはもちろん日本人の口に合わせて作ったウイスキーなんじゃが、俺はスコッチの味が一番好きなんだな。役に立つかわからんが、雑学程度にはなったな。で、早いとこお前よりもっといいもんくれないか。え、忘れてたじ。ほら、前よりいいもんだ。いや、スコッチの方がいい。おい、あ、なんで俺は前よかいいもんじゃねえか。500円。はぁ、あ、へっへっへ。お小遣いだと思ってありがたく受け取っときな。これまた離れてって感じ。へぇ、なんか雑学を一つ手に入れましたけど。あれだったわ、はい、この雑学がな、いいもんじゃよとか言って聞かねないなって思ってたんだけど。そんなことな、あれ、サブクエが出てないだと。まあじゃあまた今じゃねえのかな。またいつかあるんだろうね。酒はもうねえのか。すげえ、人に話しかけたらエンカウント消えるんだ。じゃあどうする今回。真島さん行こう。真島さん、西田が言っていた場所はここか。ん、なあ、あれは真島の兄さんか。なんだか具合が悪そうだが。これは強烈に覚えてるわ。ゾンビマジーマね、これ。リュウちゃーん。なんだ
うげえ。くそ、アラジー。竜が如くオブジエンドだっけ？ゾンビゲーもあるんだよな、外伝に。はあはあ。一体どうしまったってんだ。あ、ニッシーですか？もしかして。あ、ニッシーだ。あ、おじき、無事ですか？ニッシーだか？おい、どうなってるんだ？兄さんに何があったんだ？親父がゾンビになっちゃいました。ゾンビ？どういうことなんだ？ゾンビ真面目に噛まれたらおじきもゾンビになっちまいますから気をつけてください。あ、ゾンビ親父に噛まれたらおじきもゾンビになっちまいますから気をつけてください。自分はもう手遅れっす。へへ。何？おい、もっとちゃんと説明しよう。とにかく生き延びたかったら逃げてください。今頃カムロ町中にゾンビになった真面目組組員が、ゾンビ。キャー、助けて。おい、なんで今の夢は？そっちはどうなってるんだ？うげ。プツプツプツ。魔女の兄さんがゾンビになっちまっただと。BGM 神かよ。うう。兄さんをしっかりしろ。ウケるちゃん。悲しいな。くそ、もう話も通じねえみてえだな。仕方ねえ、町中に被害をもたらす前に俺がケリをつけてやる。おい、ゾンビ真島。いたー。おれおれ、よいしょ。いや、なかなかゾンビとてタフだぞ、普通に。だからよっと、おら、倒した。あ、なるほどね、進んでいく感じだ。ゾンビて一括りにすんなよな。よいしょよいしょ、来いよゾンビ。おれ、ちょ、これはまずいかもな。あ、おいおいおい、数が多い。しかも勝て、いって、おれ、よいしょ。よいしょ、大変だ。おら、やった。雑菌効果も持ってるぜ、俺の右足は。おかしいだろ。うわ、ゾンビまじまきた。ちょ、待てよ。よいしょ、早っ。とうとう瞬間移動ができるようになったか。よいしょー、はい。よいしょー、いって、よいしょー、なかなか強いっすね。ドンドン、ほら、やっと。よいしょー、よいしょ。いや、硬いね。1 2 3、極み。いや、これでもだぞ、全然届かねえ。いや、同じヒートアクション何回も出すの、あー、よくないんで。うわ、勝て。よいしょ、んー、スラムダンク。よいしょ、いや、鬼クソ経験値もらえるじゃん。あ、なるほど、どんどん進んでいけと。よいしょ、よいしょ、ラッシュが一番楽か。よいしょ、
こいつら専用の紙モーション持ってやがる。あ、つかみモーションか。よいしょ。鉄拳制裁よ。おいおい。もういないんじゃね。うわー、めっちゃ来てる。これあれだな、ちょ3体目起こした方がいいか。とりあえず掴んで後ろ投げ、起こし入って掴んで、あーミスった。よいしょー。あ、来た。よいしょ。痛すぎ。よいしょ。ほんとタフね、あなた。間違えた。1、2の3。ちょっとお兄さんあれっすよ。よいしょ。やりすぎな強さしてるわ。よいしょー、ゾンビプレス。オッケー。どうよ、観念したか。はあ、はあ、にしかい。おじけ、やりましたね、ゾンビを全滅させましたよ。ああ、どうやら俺までゾンビにならなくて済んだみてえだな。ってお前無事なのか、噛まれてゾンビになったんじゃ。え、あー、いやー、そらさすがやキリュウちゃん。まだ起き上がってくるか。相変わらずしぶてえな。あ、相変わらずだと。よく見たらいつもとあんま変わんねえな。ゾンビってのはこんなに楽しそうな顔でしっかりと言葉を話すもんなのか。そんなわけあるがい。俺はゾンビとちゃう。ごっつピンピンしとるで。ゾンビじゃない。どういうことなんだ。キリュウちゃん驚かしたら思ってな。マジグマ組総出で、お前を担がせてもろたんや。ん？あ？ドッキリってやつだな。いやー、どないしたらキリュウちゃんがマジになって喧嘩してくれるか作戦会議してる時にたまたまゾンビ映画を見たらひらめいての。そんでメイクさんやエクストラを大量に使って、雇って街中にパンデミックを引き起こしてみたんや。全部あんたの書いた、海図通り？わかんねえ。ってわけか。いやー、金かかったで。下手な B 級映画やったら作れたんとちゃうか？いいね。生放送で YouTube 回そう。カメラ回してたら後で撮影した映像編集して、ほんまに映画にしてみるのもええなぁ。あ、回してたから。ならいいじゃん。それとも劇団マジマでも立ち上げて、新しいしのぎにでもしてみようかのー。夢が膨らんできたわ。巻き込まれたこっちはいい迷惑だぜ。あ、喧嘩は俺の負けやが、本気のキリュウちゃんが見られて大満足や。ゾエイ。そうしたらまたおもろいこと考えとくから楽しみにしとって。ほらまた、キリュウちゃん。俺と戦うためだけにここまでするとは、兄さんの喧嘩にかける信念は本物だ。そこは見習うべきかもしれないな。でだよ。あ、やっぱ結局ここのサブストーリーはまだ出てねえわ。え、じゃあここら辺で終わりますか今回ね。また次回ですね。まあ次はサイの河原行こうかな。よろしくお願いします。ありがとうございましたをさせるわ、アホどもが。死ねお前は。いた。ファッキューマン。おれ。ありがとうございました。
好き。